俳優の広瀬アリスが主演、何わ男子、道へ、優が共演する、t b s 系歌謡ドラマ、マイセカンド、青春、毎週歌謡あと10時の第6話が21日に放送され、本作は、厄介な問題を抱えた30歳の主人公、謎の大学生の一言をきっかけに学び直しを意識して、大学生となり、令和の大学生たちにも見、出ながら、 恋に、勉強に、夢に奮闘するセカンド、青春ラブコメディー。脚本は、東京ラブ、トーリー、2020、や、ゆるキャン、ドラマ版、シリーズ、じ車屋さんの高橋くんなどを手掛ける北川、腰が務め、主人公が、がむしゃらに突き進む、生の第二章の幕開けを、笑いあり、涙あり、胸きうありのオリジナルストーリーで描く。第六は、荒筋さ、やこ 広瀬アリスとタク、道江俊優が夜を明かしたところを森林、言い,いぬ前に見つかってしまい、サグラダファミリ家のルールを張った二人は今後について話し合いが必要にな。スケは好きとは言われたが付き合おうと言われていないことが引っかかっていた。一、のタクも以前大人は空気で付き合い始めるとヤコに言われたことを思い返していて、その あまりにも素っ気ないタクの態度から、スケアコ、自分が避けられていると感じてしまう。肝心、課題にも身が入らないスケアコはこのままで、やばいと、キーナ、イハラリッカに、タクのことを相談、る。すると、キーナはスケ、ヤコのスマホからタクに、ステージを勝手に送ってしまう。翌日、スケアコ、タクは改めてお互いの関係について話し合う。タクから、衝撃のセリフが飛び出し、 さらに、と、人物との出会いをめぐって二人の間に亀裂が入り、ってしまう。